맞아. 世界遺産といえば次のうちどれでしょうか。1番白川郷の合掌造り、2番熊野古道、3番通天閣。さあ分かった方、はい手を挙げてください。元気いっぱいのお友達も聞かれてみるのも迷っちゃうね。どの子にしようね。どうしようかな、はい、じゃあお姉さん連れてきてください、ね、元気いっぱい手を挙げてくれてありがとう、ね、階段登れるかな、ありがとう。じゃあね、写真何かな。1番が白川郷の合掌造り、2番が熊野古道、3番が通天閣だったんだけど、わかるかな。通天閣、みなも正解は、ブブー、ごめんね、通天閣大阪にあるんだ、あーごめんね、あ、ずっこけてる、大阪乗りだね、すごいね、さすが。クイズ第5問。岐阜市の長良川で夏の風物詩として1300年以上の歴史を誇り、鵜を巧みに操って魚を捕る鵜飼いという伝統的な漁法がありますが、その鵜飼いで捕る魚は一体何でしょうか。1番ポイ、ピチ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 、2番アユ、ピチ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 、3番マグロ、ピチピチ。全部一緒じゃん、みなも。はい、分かった方手を挙げてください。すごいね、最後の問題だからみんな飛び跳ねてる子もいるよ。ねえ迷っちゃうね。伊勢津丸も手を挙げてる。ねえ迷うね。うーん、何にしよう。はい、じゃあ一番前で元気いっぱい手を挙げてくれた男の子、ありがとう。特等席だったね、一番前。はい、ね、緊張するね。さあ1番がコイ、2番がアユ、3番がマグロだったんだけど、このね鳥さん、何を取るかな、お魚。アユ、アユ。みなも正解は、マグロ。大正解、おめでとう。みなもからプレゼントあるからね。ね、皆さん大きな拍手お願いします。おめでとう、大正解だったね、ありがとう。そうです、正解はアユでした。 Here we go。盛り上がっていこうね。
日々の疲れを癒しとろける日。